岡三証券の山本です。国際有料株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内いたします。新に稼ぐ力を有する企業の中から今回紹介するのはこちらです。コード番号6367の大金工業です。大金工業は160カ国以上で事業展開し、世界100カ所以上に生産拠点を持っています。 業務用空調では国内約40%と高シェアを誇るほか「ウルルとサララシリーズを中心に家庭用でも存在感を示しておりますダイキン工業は世界で唯一エアコンと冷媒の両方を開発生産する企業で現在では主流となっている環境負荷が小さい冷媒 R32 の特許を持っており世界に無償開放して普及にも詰めています。 売上高の9割強を空調事業そのうち8割弱を海外で稼いでおり米国グッドマン社などの買収を通じて世界最大の空調市場である米国で売上を拡大しています戦略経営計画フュージョン25ではカーボンニュートラルやデータの活用を進めながら26年3月期に売上高3兆6千億円営業利益4300億円の目標を掲げています 足元の業業績ですが、23年3 30%年月期、期第3四半期累計は増増収、17%営業増益となりました。原材料市況や物流費の高騰中国での需要減少はありましたけれども米州アジアで省エネ性能の高いエアコンの販売が拡大したほか欧州でも需要好調なヒートポンプ式温水暖房機器が販売を伸ばしました。 為替のプラス効果では、売上高で2810億円、営業利益で270億円ありましたが、為替効果を除いても前年同期比で増収増益を確保しております。第3四半期までの実績を反映して、23年3月期、通期計画を今期3度目の情報修正を発表しています。販売力強化、コストダウンなどの重点テーマの成果を上積みするほか、 原材料費高などのマイナス影響は引き続き価格転嫁でカバーしていく見通しです。特に欧州では脱炭素、省エネの観点から従来のガスなどの燃焼暖房からヒートポンプ暖房への切り替えが進んでおり、今後も欧米を牽引役とした成長が見込めると見ています。またゼロコロナ政策緩和に伴い、 中国経済が回復すればそのインパクトは大きいと見られ中長期で期待材料は多いと言えそうです。以上で岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。